行くぞ。トガビトどもよ、我が炎の鉄槌を受けよ。左後ろに飛べ。ヒート無事か。なんとか今回は逃げられなさそうだね。ああやるしかない。行くぞ。戦闘開始。防御する。
エンハンスアーマメント これすごいな。あの弓は何が元になってるんだろうな。感心してる場合じゃないよ。生かして捕らえろと命じられているゆえ、貴様らを消し済みにまではせぬが、こうして支援球を解放した以上は腕の一本なりとも焼け落ちると覚悟せよ。断罪の炎をかいくぐり、その貧弱な剣を我に届かせられるかどうか試してみるがよ。剣でも弾切れも関係なしか。何か策はある。連射は不可能、そう信じる。衝撃をどうにかして止めるから、お前が切り込むんだ。信じるって。分かった。フォームエレメント、シールドシェイプ、ディスチャージ。そうし、貫け。剣に込めるべきものはお前が自分で見つけなきゃいけない。僕は未熟だ。青バラの剣の主にふさわしくないかもしれない。それでも僕にとって大切なのはただ勇者。頼む、力を貸してくれ。青バラの剣、僕に前へと進む力を。あなた
たの負けだ。貴様ら、汚れた術によって騎士エルドリエを惑わせたと思っていたが、我の誤りであった。貴様らの技には真摯な修練を積み重ねた重みがこもっていた。なお教えてくれ。剣士ユージは姓はない。俺は剣士キリトだ。カセドラル50回霊光の大回廊にて複数の聖豪騎士が貴様らを待ち受けている。生け捕りではなく天命を消し去れとの命を受けてな。戦国のように真正面から突撃すれば刹那のうちに息の根を止められるだろう。おいおっさん、大丈夫なのか。そんなこと言って。アドミニストレーター様のご命令を完遂できなかった以上、我は騎士の証たる鎧と人気を没収され、無期限の凍結刑となろう。そのような恥ずかしめを受ける前に天命を絶ってくれ。貴様らの手で。迷うことはない。貴様らは堂々たる剣の技によって倒したのだからな。我聖豪騎士デュソルバート・シンセシス・セブンを。ユージを。天命を立ってくれだって。堂々たる勝負だって。たったたった11歳の女の子を鎖で縛り上げて飛竜にぶら下げて連れ去ったやつが今さらそんな口を聞くな。なんで止めるの、キリト。そのおっさんはもう戦う気はないよ。そういう相手に剣を振るっちゃダメだ。でもこいつは、こいつがアリスを連れて行ったんだよ。こいつが。このおっさんはきっと覚えていないよ。ルーリットの村からお前のアリスを連行した時のこと忘れたんじゃない。記憶を消されたんだ。え？その黒髪の小僧の言う通りだ。我が幼き少女を捕獲し飛竜で連行しただと。そのようなことをした覚えはない。覚えていないのか。たったの8年前なんだぞ。だから消されたのさ、出来事前後の記憶ごとな。おっさん、いや騎士ディソルバート、あんたたちはアドミニストレーターに大事な記憶を奪われ、代わりに教会への忠誠心を埋め込まれて聖豪騎士に仕立てられたんだ。凍結刑になるとか言ってたけど、その間にまたアドミニストレーターがあんたの記憶をいじくり回してこの会話の記憶も消しちまうはずだ。かけてもいいぜ。信じられぬ。最高司祭芸家が我にそのような術を。でもそれが真実なんだ。
あんたの中にも何か残っているものがあるはずだ。どんな術式でも消しきれない騎士になる前の大切な記憶が。人界に降り立った頃から何度も同じ夢を見た。我を揺り起こす小さな手と、その指にはめられた銀の指輪。しかし目覚めるとそこには誰も。それ以上は多分思い出せない。あんたはその手と指輪の持ち主の記憶を奪われたんだ。これからどうするかはあんたが決めることだ。アドミニストレーターのところに戻って処罰を受けるか、傷を治療して俺たちを追ってくるか、それともこれでいいだろう。ユジオ、行こう。ユジオ、誰か来る。子供？君たち誰？あの、私じゃない。私は氷教会修道所見習いのフィゼルです。そんでこっちが同じく修道所見習いのリネルです。あの、ダークテリトリーからの侵入者っていうのはお二人のことですか？は？その僕らとしては人海人のつもりだけど、侵入者っていうのはまあ間違いないかな。何よ、見た目は全然普通の人間じゃないのよ。ネル、角も尻尾もないわよ。私は本にそう書いてあるって言っただけですよ。早とちりしたのはゼルの方です。あの、君たち僕らと話すと怒られるんじゃないの？今日は朝から全修道士修道女と見習いに最低限の装備で私室に鍵をかけてこもるよう命令が出てるの。ってことは侵入者を見物に行っても誰にもそれがバレる心配はない通りじゃないの？はあ。でもお二人がダークテリトリーの怪物じゃないなら、どうしてセントラルカセドラルに侵入しようなんて思ったんですか？ずっと昔友達の女の子が聖号騎士に連れて行かれちゃったんだ。だから取り戻しに来たんだよ。そうだったの。結構普通の理由だったのね。普通？昔から家族や恋人を連行された人間が教会に抗議の申し立てを行った例は少しだけど記録されてるのよ。こうして内部まで入り込んだのは二人が初めてだろうけど。一回投獄されたのに冷徹の鎖を切って脱出して、しかも聖号騎士を二人も倒したっていうから、てっきり闇の怪物が、もしかしたら本物の暗黒騎士が攻めてきたのかと思って待ってたんです。でもまさか普通の人間だったなんて。もういい？いいよね。じゃあ最後にお名前を教えてもらっていいですか？僕はユージオ、後ろのがキリト。姓はないんですか？ああ開拓民の子供だから。もしかして君たちも？いえ、私たちにはありますよ。私の名前はリネルシンセシス・トゥレニエイトです。ゆったく。で、私がフィゼル・シンセシス・トゥエニナイン。君、あ、最後。そんなに怖がらなくてもいいですよ、ユージオさん。
真広くですから。もっとも今死ぬか50回で死ぬかだけの違いですけど。予想通り簡単でしたね、ゼル。うん、さっさと連れて行って処刑して、早いとこ飛竜と神器をもらっちゃおうよ。これでアドミニストレート様も私たちを正式な騎士にしてくれるでしょうか。当然でしょ。他の騎士より私たちが早く侵入者を捕まえて処刑すれば認めてくれるはずよ。お二人ともごめんなさい、毒なんか使って。でもなるべくユージオさんたちを生かしたまま50回まで持っていきたかったものですから。ネル、殺すなら喋るだけ無駄じゃない。物好きね、相変わらず。ただの退屈しのぎです。あ、安心してください、私たち殺すのすごい上手いですから、痛くないですよ。さてもうすぐ到着するわよ。こいつらを目の前で殺して副騎士長様の鼻を明かしてやろうじゃないの。